どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ギルフォード・ザ・ライトニングって皆さんご存知ですか。あの城之内くんのカード、3体リリースして、召喚すると相手のフィールドのモンスターを全部パスするという効果を持っているんですけども、バルバロスさん3体リリースする効果を持ってるんですよ。これどういう効果か皆さんご存知でしょうか。3体リリースすると、召喚することもできるんですけども、このカードがこのカードの丸3の方が3体リリースで、降臨した場合、相手のフィールドのカードを全て破壊すると、ちょっとねとりあえずギルフォードトライトに謝ってちょっとギルフォードさんに土下座してお願い。ちょっとね立場ないから、立場がないっていうね今日はこの新獣王バルバロスさんのですね、この丸4番のこの全部破壊効果、これを決めていく、まあ、それに爽快なデッキとなっております。でまあどうやってやっていくかというね、お話があるんですけども、いろいろあります。3体のモンスター素材を用意する方法ってのはいろいろあるんですよ。いろいろあるんですけど、やっぱ一番なんかその簡単な方法、これはですね何かっていうと魔獣の怪獣なんですね。魔獣の怪獣で、ちなみにこの魔獣の怪獣を使うと一応その中内入れとけばシンクロもできるんで、まあ、これまた別の動画でやるんですけど、これあのユニコール、このお馬さんも一応出せます。お馬さんのねデッキをね、お馬さんのデッキで作ってあるんで、これまたちょっと別の動画でやりたいなと思うんですけども、一応それも出せますと。ただし今日はこの魔豪神獣じゃねえや、魔獣の怪獣で3体出した後にその3体をリリースして、この神獣バルバロスさんを出すというね、こういうデッキに、しておりまして、で神獣王バルバロスさん、全部パーした後これ3000なんですね、打点が。だからまあキル取りにくいというところがありまして、どうやってやるか、まあ、もちろんグトンノーノとかああいうのをつけてもいいんですけど、簡単なんですよ。あと1000でしょ。あと1000ってスキルがねこれまた悪用されております、サイバー流奥義ってね。俺本当にこのスキルほど無限に強いな。スキルが3000以下だった後にプロサイバードラゴン出せるよという効果なんで、まあ、小伝い打ってバック除去した後に、魔獣の怪獣打って3体リリース、バルバラス出しで全部パした後にスキル発動して、プロサイバー出して1100と3000でキル取るっていうね簡単だな、遊戯王って簡単だわ。そういうデッキになってます。であとは、まあ、一応相性がいいカードとして、まあ、生物とかこのバルバロスのね生物とか、あとそれからこの狡猾な落とし穴あたりで、まあ、前も破壊していくというね、こういう感じだったんですね。まあ、一応だから3体リリースができなくても、まあ、例えば普通に魔獣の怪獣からユニコール出して、でユニコールをこの辺のカードで守っていったりとか、シンプルにこのバルバロスを単純に出してこの辺のカードでまあ守っていったりとか、まあ、こういうカード除去したりとか、まあ、して戦っていくってことも一応できるように、しております。まあ、基本的にはこの3体ブッパー3体リリースブッパカードを使ってこの効果を通していくというのを狙っていきたいんですけども、まあ、これできないこともあるんでね、コモパーツが要はこの魔獣の怪獣と小津祭とバルバロスって3枚なんで、3枚あるカードってまあ低いんですよ、まあ、トロールあたり4枚なんですけどということで今日はバルバロスさんのギルフォード・ザ・ライトニングの、顔面も真っ青になるこの効果もね通していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方バンデットキースさんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハンド強っ、ハンド強っ、ハンド強っ。セット終了。さあこれは、相手によってはこれ勝ちですね。これセット1枚までお願いします。あ、ネオスフュージョン、あーネオスフュージョンか、ネオスフュージョン、マジっすか。耐性があるのちょっとめんどくさいですね。これ耐性があるこのネオスフュージョンとそういう系のねカードほんとやめてほしい。できればそういうカード本当にやめてほしい。まあネオス出てくる、助けるとめんどくさいな、これ助けるともうめんどくさい非常に。いやーこれあれなんだよね、サイバーダークとかだとやっぱその何がめんどくさいってこのネオスビジョンの破壊体制ですよね。これがどうにかしないと。サイバーダークカノン、あ助けるといない、助けるとはいない、引いてるか。で、サイバーダークも召喚していく感じか。セットなるほど。ボムスパイダーバトル、あーじゃあバトルステップまで狡猾打って、これでデスプラードを握られてたら負け、デスプラードを握られてたら負け。人影狡猾の落とし穴、
し、セーフ。コズミックサイクル発動。俺様はてめえのセットカードを一枚除外していくぜ。よっと、ドロー。あれ、マジエの怪獣発動。あれ、どうしました、キースさん。顔が真っ青ですよ。顔が真っ青ですよ。どうしましたか、バンデットキースさん。俺は3体のモンスターをリリースし、真珠をバルバロス召喚、食らえビッグマンアタック。クリーンボールだけいただきますか。はい、あーざす、あーざーす、あいざいます。はあ、とりあえずギルフォードライトに行く全力投げた。さあ、お相手の方、ひとでまさん、よろしくお願いします。ユール3倍。なるほど、まあ、こういう場合はですね、まあ、ユニコールで戦うっていうパターンがですね、ユニコールか、まあ、なんだっけ、ユニコールじゃねえやつ、サンダーユニ、サンダーペガスじゃねえ、なんだっけ、忘れちゃった、あの、5神経のやつと、もう一体4神経いるんですけど、あの辺で戦うってことになりますけども、まあ、最悪、まあなんかその、防御札が引けてればなんとかなるんですよね。あと、手札の枚数を抑えると、なんかユニコールで意外と勝てるっていう説もあるんですけど、あれ、これ人生甘えてる説になっちゃった。こっちのこれ、これね、一期生が人生甘えっていうパターンもあるよこれ。でここでコズミックサイクロンで1000ライフ削っといて、あれこれ勝ったんじゃね、これ人生甘えてるよねこれ、多分これだとすったら、これ俺のデッキトップによって相手が人生甘えてるっていうことになった可能性もある。で3体リリース、クライン新人王バラバラさん降臨。そしてバラバラさんの効果発動、ビッグワンアタック。はい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 、対戦ありがとうございました。でもクソゲーすぎる、やっぱデュエルリンクスってクソゲーだわ。さあ、お相手の方、海馬大先生、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あれこれ勝ったな。勝つの早っ。あ、2癖あんの、マジか。あ、3癖ある、マジっすか、ロックンロールだそれ。あー、なるほど、まあ、ちょっと一旦コツさえ打って危険性をちょっと一回下げといて、でですね、イリュージョンマジック、ブラマジか。ってことはこれマジシャンズナビゲートあるの、これマジシャンズナビゲート、これこのチェーン、これマジシャンズナビゲートだ俺。ってことはナビゲート打ってブラマンジできた瞬間に死ぬから、ですね、これは、3体リリースでいいですね。3体リリースしてバルバロス、はいどーん。はいどーん。でマジシャンズナビゲート打つ、でブラックマジシャン出てくる、死ぬ。かわいそうに死ぬぞ、全部すべて出てきてから死ぬぞ、やばいぞ。会話頑張れ、なんか頑張れ、カナディアがなんかしろ、お前の命はもうここで終わるぞ、対処方法を考えるんだ、頑張れカイバー。遊戯から、遊戯から受け取ったんだそのカード、頑張れよ。あー、かわいそうに好きだぞ、サイバー流遊戯だ。これが勝利をリスペクトした俺のデュエルだ。俺は負けたくない、俺は勝利。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、海馬大先生、よろしくお願いします。デュエル3倍。いやー、なるほど。何もしない。あー、くそ、これ、バレバラさんと勝ってた。それ、動画できんけど、さすがに。で、ピカエル、で、着替える特殊。着替える効果。蘇るで、グリズリーマザー召喚で、コンサイセットバトルで、はっ、なんもない、なんだこれ、甘えか、人生甘ちゃんか、人生甘チャンネルか、なんかあれだよね、あのバレバロスの殺意が高いけどさ、なんか使ってると飽きるよね、なんか単純すぎて。レッジレスバースキー、やば、なんだこれ、あれか、どうだっけ、毒邪神ベノミナーガさん曲がってるんですか、ちげえな、オブルミラージュ、なんだっけこれ、闇属性5体だったら特殊ができる、
デッキから、攻撃力1500以下のモンスターを1体手札に加える。なるほど。えっ